ここで階段入っちゃう。これどこで決済するかっていうと、決済注文をもう事前に入れちゃう。もうそろ約定しますね。時間の割にはちょっと動きが鈍いですよね。自動で利益確定が入り、こういったところを狙っていくと利益が伸びていると思います。チャートパターンだけを鵜呑みにしてトレードするっていうのはかなり危険なんですよ。もう一回入りたかったら、ある程度落ちてきたところでどこでエントリーするかっていうのも大事だけど、はい、どうもショーです。今日はこの FX のトレードを行う上でかなりね、使える実践的な内容を話していきたいなと思います。今日はね、チャートパターンについて掘り下げて話していこうと思います。このテクニカル分析でトレードを行う際に、僕がエントリーのトリガーとして、あとスキャルピングを行う時にかなりね、使ってるんですけど、このチャートパターン、例えば初心者向けの本とかを読んでて、こんな感じでね、初心者向けの本にこういったチャートパターン書いてあると思うんですけど、実際こうやって本で見てね、画像だけを見てもなかなか腑に落ちないと思うんですよ。なんで実際にこの動いてるチャートをもとにチャートパターンを見つけていって、で僕がどんなところでエントリーをし、でどこで決済するのか、まあそういった話をねしていけたらなと思います。これかなり再現性もあるし使えます。ただ確実なものではないし、チャートパターンだけを鵜呑みにしてトレードするっていうのはかなり危険なんですよ。あくまで上位足から順番に相場を見ていって、様々な観点から相場を見た上でチャートパターンを使う、ここは約束してほしいなと思います。じゃあ実際にチャートを見ていきたいと思います。で今日僕何度かトレードはしてたんですけど、実際今日、80ピップスくらい取ってて、で例えばこういったところ、今これ5分足とかで見て、こういった急上昇が入った後の切り下げの形、こういった形ができた時、急上昇が出た後っていうのはこのフラッグの形ができるのを、まあ、ある程度切り下げたところで一旦トレンドラインを引きます。でここをブレイクしたところでもう飛び乗りでエントリー、もしくはある程度堅実に行くんであれば、ここをブレイクした後ローソク足の確定を待ってエントリー、5分足だったら5分足のローソク足が1本確定するのを待ってエントリー。ただそれだと結構乗り遅れるパターンが多いので、まあ、僕の場合はこれ飛び乗りで買いでエントリーするようにしてます。スキャルの場合はこれだけでもいいんですけど、僕の場合これ上位足から順番に見てたんで、この場合はここでエントリーして、これが4時間足か1時間足で引いてた水平線なんですけど、次にレジスタンスになりそうなこういったラインの、まあ、少し手前かな、こういったところで利益確定してます。次にレジスタンスになりそうなこういったラインの少し手前、なおかつこういったね切り板になる数字の少し手前くらいで、もう OCO で決済注文入れておいて利益確定してます。もちろんその後ね、こういった切り板もしくはここなんか少しブレイクして、まあ、ここがね今見えてないけど上位足で引いてた水平線でヒゲで反発して、まあ、かなりこの辺りに強い売りの勢力があるってことなんですよ。これだけ長い上髭ができて、その後落ちてってるんで、で結果こういったエントリーした縦根の水準も下方向にブレイクしてってる。で今、まあ、少し上がってるけど、こんな感じで例えば5分足で見てフラッグの形ができた。前提としてこの急上昇の後の切り下げ、その切り下げに対して引けるトレンドラインをブレイクしたところでの飛び乗りでのエントリー、この手法はブラックの形のトレンドラインブレイク、この手法はスキャルでもかなり使えるんでね、ぜひねこれは同じ形を見つけてやってみてほしいなと思います。5分足1分足レベルだと結構な確率で発生するんで、ぜひね見つけてやってみてほしいなと思います。まず1個目のチャートパターンがこのフラッグの形、これも大事なのは上位足から順番に見ていくってことで、上位足で見て次にレジスタンスになりそうなラインを探して、でそこを利益確定にする、それの少し手前を利益確定にする、ここは必須ですね。じゃないと例えば、まあ、まだここでエントリーしてせっかくこの水準まで上がってきたのに、まあ、まだ上がるだろうと思って決済せずに持っていたとするじゃないですか。で結果そのエントリーした水準まで落ちてきてる、でそれをまた下回ってる。なので結果どこでエントリーするかっていうのも大事だけど、その後どこでエグジットするかっていうのもすごく大事なんですよ。じゃないと結局この相場っていうのはトレンドができる時もあれば
まあ、レンジになる時もあって、結局上下を繰り返しながらどちらかのバイアスの強い方向に向いていくので、特にスキャル、短期間でのトレードを行う時は短期で見て、次にレジスタンスになりそうなレート、上値を抑えられそうなレートの手前で必ず決済する。で、そのトレードはそのトレード単体で一度終わらせて次の戦略を練っていく。じゃないとひどい場合にはせっかく利益が出ていたのに最終的に損失で終わってしまうっていうパターンもあり得るので、そのためにも上位足から順番に見ていくっていうのは徹底してほしいなと思います。で、その上位足から順番に見ていく方法っていうのはファーストプロジェクトの方で徹底的に学んでいただけるようになってるんで、ぜひねそっちも予習してほしいなと思います。それは動画の概要欄に記載しておきます。次のチャートパターン、まあ、ここに出てるんですけど、ダブルボトム、まあ、この場合細かく見ていくとトリプルボトムにも見えますね。あと一回消しますね。こんな感じでトリプルボトムで、その後結果上昇してってるんですけど、まあ、この場合は戻ってくるかわかんないけど、例えば一度底値を作って反発して2回目反応した時、再度落ちてきたところでもうこれも少し手前で買いでポジションを持っちゃう。で、これ反対にこのラインを下方向にブレイクするようだったらこれ強く落ちていく場合があるんで、買いでポジションを持って反対方向に動いた場合すぐに損切りする。でもちろんね、騙しのような形で少し割ってから強く上がっていくっていうパターンもあり得るんですよ。まあ、もちろんね、この相場の世界で上を狙う場合はなるべく安いところでみんな買い、下を狙う場合はなるべく高いところで売って安くなったところで買い戻したい、まあ、普通に物販と一緒ですよね。なので騙しのような形で一度底値を割ってから上がっていくっていうパターンもあるんですけど、それ言い出すとキリがないんで、自分なりにねそこのルールは作ってしまって、こんな感じで水平線を引いてダブルボトムができたところに対して次にその水準に来た時に買いでポジションを持ってしまう。この際注意してみてほしいのが、ここで前々回の高値よりもこの前回の高値が上になってますよね。高いところまで来てる。これって買い方向のバイアスが結構強いっていう風に見てる人もいるんですよ。なんで例えばこの5分足で引ける 21SMA とかを使って、この前回の高値でこの 21SMA 移動平均線をブレイクしたところで買いでポジションを持ってしまう、まあ、こういったトレードもありかなと思います。2つ目がこれ、まあ、動画的に2つくらいで終わりにしときますか。今これ5分足なんですけど、1分足でチャートパターンを見つけて、もしねトレードできそうだったら1回くらいエントリーしてトレードをしてみたいと思います。じゃあこれ1分足にしますね。1分足でもチャートパターンっていうのはかなり機能するんで、1分足に落としていって、例えばこれ今上位足は無視だとして、さっき言ってたこのね利益確定の判断基準にした水平線、何を元に引いていたかっていうと、結局僕はダウ理論を元に目線を追っていって水平線を引いてるんですけど、ただ上方向、特にねスキャルとか短期でトレードを行う場合、この目線の概念を無視して、例えば前回のこのヒゲの先端とかローソク足の実態とか、こういったところに水平線を引くんですよ。こうやって水平線を引いて、それをエントリーの根拠として使うんじゃなくて利益確定の根拠にする。ここだったら前回のヒゲの先端、ここ同じ水準で反応してまた上ヒゲ作ってますよね。こんな感じで結構ね、ある程度トレンドが出てレートが伸びていった場合、そのトレンドフォローで乗っていくのはいいんですけど、あんまり長期でポジションを僕は持ちたくないんで、短期的にねどこが転換点になるかっていうのを予測するためにこんな感じで水平線を引いてます。もちろんそれもそうなる時もあるし、ブレイクしていく時もあるんですけど、僕は堅実にそういったところの少し手前で利益確定をするようにしてます。はい、じゃあ少し話それたんですけど、例えば上位足を5分足として1分足でトレードをする場合、例えばここのね下降トレンド、1分足で見た下降トレンド、ここが下限になって今上昇してってる。1分足で見ても5分足で見てもここって結構真空状態なんで、今ねいい感じの勢いで上がってってるんですけど、次にじゃあこのまま上昇を続けていった場合ね、どこがレジスタンスになるかっていうと、やっぱこういったライン、もしくはこういったラインなんですよね。なんで事前にこういったところに水平線を引いておく。5分足で見て水平線を引いた上で1分足に落として、例えばこの上昇の波にトレンドフォローで乗っていく場合、例えばこの 21SMA のこのサポートを期待してもうここで買いで入っちゃう。この1分足のね
上昇トレンドで、これだけ角度の強い上昇トレンドになるとトレンドラインはあんまり当てにならないんですけど、この 21SMA とかね、こういったみんな何かしらの指標を元にね、判断基準としてトレードを行ってるんで、 FX の場合は特に難しく考える必要ないんですよ。多数決の世界なので、多くの人が判断基準にしているであろう指標を使ってトレードを行っていく、まあそれでいいんですよね。これどこで決済するかっていうと、例えば決済注文をもう事前に入れちゃう、この水平線の少し下くらい134円70銭のこのレートを指し値として、損切りはまあ手動で切っていってもいいんですけど、まあ、この少し下を割った場合ね、こんな感じにしておいて、あとは待つだけ。大事なのがやっぱ過去なんですよね。こうやって過去を見ると、ここ真空状態ですよね。こういった急下降が入ってる、こういったところっていうのは割とその付近にレートが近づいた時にスムーズに上昇していく、スムーズに動きやすい傾向にあるんで、こういったところを狙っていくと割と短時間でサクッと利益を抜いていけると思います。こうやってね、ポジションを持った後ローソク足の動きをしっかり追っていくっていうのがすごく大事で、例えば今こう高値を更新してきて上昇トレンドが出てる、で今1分してみて、この前回の高値の水準で売り買いの攻防が行われている感じなんですよね。もうちょっとアップしてみていくと、また上昇トレンドが出て前回の高値の水準になって、で高値はこう切り上げていってて、底値も切り上げてる。だからこの時点で1分足で見ても上方向へのバイアスがかなり強い状態ではあるんですよ。現状の高値のこの付近で少し揉んでる状態なんですよね。でここをブレイクしていくようだったら割とスムーズにこの辺までは上がっていくと思います。でここを下方向に割ったとしても、この前回の安値、ここを下に割らない限りはまだね、ある程度落ちたところで買いで乗っかってくる人多いと思うので、まあ、まだポジションを持ってていいと思います。で今ブレイクしましたよね。今こうやってブレイクしたのを見て、またねこれに乗っかって買いでポジションを持ってくる人も結構いるんで、割とすぐ決着がつくと思います。結構スムーズですよね。こうやって前回の過去を見て、こうスムーズに落ちたところは上昇の場合もスムーズに上がりやすいので。はい、動画の途中なんですけど、この動画の続きは新しく作成したフィフスプロジェクトの方で無料で見ていただけるようになってます。で、このフィフスプロジェクト、非公開のサイトを作成して、その中に、今回の動画のフルバージョン、そして今回の動画のようにトレードを元にした手法動画っていうのが、その手法ごとに現時点で5本入ってます。で、このサイトには、これからも随時ね、その手法の動画を追加していく予定です。で、この非公開サイト、アクセス用のログイン ID とパスワードがないと、入れない非公開サイトになってて、でその ID とパスワード無料で入手していただけるようになってます。でこのアクセス券の入手方法は動画の概要欄の方に記載してあります。かなり有益な情報が詰まってると思います。必要だと感じた方は今すぐ入手してください。あとこの動画良かったっていう方だけでいいので、 YouTube の高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。はい、いつも見ていただきありがとうございます。それでは。